はい、やってまいりました福岡大学、はい、今回は福岡大学サッカー部に体験入部させていただくんですが、まあ、福岡大学といったら僕も親しくさせてもらってます坪井健介さんだったり、はい、永井健介選手だったりもうその他多くの J リーガーを輩出しているチームなんですが、現在も九州大学サッカーリーグ第8節を終わって首位ということで、九州大学サッカーを牽引するもう強豪校の一つ福岡大学に体験入部させてもらうんですが、今日は朝練からトレーニングがあるということで、7時からトレーニング開始で筋トレまず1時間あるということなので、まあ、そこから一緒にやらせてもらうんですが、今年プロ内定の選手も決まってまして、3選手内定が決まっているということで、非常に興味深い体験入部になりそうなので楽しみにやっていきたいと思います。いってきます。こちらで、はい、7時から1時間の筋トレするんです。さすが大学、器具が充実度が半端ない。今日は個別トレーニングについて選手ごとでこうメニューが組まれてるみたいで、今回は北海道コンサドーレ札幌内定の岡田選手と一緒にリベート1時間みっちりまずは鍛えていきたいと思います。はい、那須ですね、ちなみに今日行ってきますが、はい、まだ怪我上がりなのでちょっとサッカーの合流ができないので、それ以外のところの筋トレとか岡田選手筋トレをされてます。一緒のメニューにやるみたいなので、よろしくお願いします。両チームから胸から開いて手を遠くに、ボールから離れないようにゆっくりでいいから手を遠くにひねっていって前に伸ばして、手をずっと伸ばして、少しお尻こそ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、左手
しいっすね。5分しかない。もうちょっと撮ってる。朝練が終わります。でもまあ、さっき監督も話したけど、永井選手いた時にこの朝1009本とか走ってたりとか、普通は朝のトレーニングだからもうなんかベース基準値が、めちゃくちゃ高いから、そうですね、高強度で高パフォーマンスができるっていう、これはもう裏付けはこのトレーニングの日々の積み重ねっていうのはすごく感じました。今日はまあ1時間ちょいでしたけど、こっから夕方もあるんで、トレーニング行ってみたいと思います。やってまいりました。5連午前は朝7時から筋トレ1時間5分みっちりやりました。
もう福岡大学今リーグでもトップ走ってるんですけど、トレーニング一つ一つで上がりますよね。なんかやっぱ強度も含めてもうベースがやっぱ高いで、今日5連なんですが、私那須大輔ちょっと走り系はまだできないので、今日はちょっと一緒に解説させてもらうんですが、ちょっと内心ホッとしてますが、こちらでまあフィジカルがあると、はい、ちょっとこれから撮影させてもらおうと思います。はい、こんにちは。どうぞ。もう今日は朝からあの交流してもらってますけど、みんなの時代をみんなで見てる、YouTuber の那須大輔さん、今日と明日、朝の筋トレと、それからトップチームのこの後の6時半からの練習、今日と明日、一緒に参加できるところは参加したいということで、来られてます。はい、那須さんどうぞ。拍手。今日と明日、福岡大学サッカー部の撮影させてもらいます。僕もすごく注目してましたし、まあ、坪井さんだったり永井選手だったりとか、いろんな選手が J リーグにたくさんいる中で、まあ、福岡大学の強さの秘訣っていうところをちょっとこう取らせてもらいたいですし、今日ちょっと一緒にはできないんですけど、怪我の都合上、まあ、内心ホッとしてるんですが、けど映像を通して本当に勇気をもらってるとか、大学リーグを引っ張ってる皆さんの勇姿っていうのが多くの心に響いてるので、これからもその姿勢っていうのを続けていっていただきたいと思いますし、今日は明日短い時間なんですけど、よろしくお願いします。こんにちは。午前中筋トレして、午後は、立ち上げのトレーニング。いつもやってるフィジカルのところは今週4日しかないんで、今日はやらない。その代わりパスのトレーニングをしたり、基本的にボール使ったトレーニングは同じメニューになるんで、そこでの精度とかその中でしっかり走るっていうところを意識してやってください。今日中途半端にやっても明日いい練習できないんで、今日は今日の練習をしっかりやるようにしてください。 OK、 いきましょう。立ち上げなんで全員で声出してやっていきましょう。いきます、せーの、ショー。まあ、今日先ほども言った通り、強度的にはまあそんなにキスがないとは言ってました。これから九三大との前哨対決あるみたいで、はい、すごく楽しみな対決になってるんですが、今プロ内定選手決まってるところだと、菅沼選手、岡田選手と茂美選手は、まあ、J リーグアビスパ福岡で試合出てますし、この3選手なんですけど、まだプロに行きそうな選手他にもいるみたいで、まあ、内定が決まってないので誰っていうのはちょっと言えないんですが、プロからこうスカウトが来てる選手たちはいるみたいで、まだまだプロ J リーガーが輩出されそうということだったんで、手遠くに無料止まって足近づけて起き上がる3回、はい、スパイダーウォークね、4回低い体勢、4回大きく低い体勢、2人組馬跳び、2人で10回踏みながらやる、踏みながら、いいね、よく気をつけて、ゆうかのボールを腰落として膝伸ばして前後に動かそう。低い体勢、低い体勢。そのまま横、横、内、外、内、外、2、3、4。やってる人は足が下に落ちない。いいよ。あっち。あ、いいよ。グリー、グリー、グリー。よし。しっかり上げて。
地獄クイズや。3色でのポジションのポジションだね。青がフリーマン役なのかな。強度はっていうことは言ってたんですけど、運動量めちゃくちゃあります。で、一回見せましたけど、岡田選手のやっぱ左足が、ね、インサイドのインパクトがずっとミスだな。すっごい強かったから、芯で捉えてますよね。芯で捉えてる。あのシュートもそうだし、はい、でもパスコン見てたら右引きかなってちょっと一瞬思ってたんだけど、はい、くらい右足も蹴れる。まあ、あれはすごい選手になってきそうですね。キーパーが菅沼選手、アビスパ福岡内定。どういうメンバー構成にしてるか分かんないですが、どっちがスタメンとかミックスにしてるかも分かんないんですけど、しっかり守備の意図と攻撃の意図を改善と非改善みたいな形でやってますけど、でも質が高い者同士、両チームやっぱ平均的なレベル高いから、まあ、どっちが一方的な試合にはならないですよね。ゴール、ゴール、ゴール、離すな、離すな。日曜日試合に出てない時間少なかったもんだなと、ちょっと走りを残っててください。じゃあ明日朝ウェイトで受け継いでください。お疲れ様です。GPS つけたまんまで、人はつけたまんま、全然走るみたいです。ちょっとその走る模様もちょっと見ますが、今からちょっと岡田選手シュートを打つということなので、岡田選手のシュートは見ものですよ。練習後にちょっと走るってちょっとトラウマですよ。どん
の話にするハイスピード、ハイスピードいやー、少し全力じゃなくて、1割ぐらいを最高です。もうタッチしてももう大竹、大津では、岡田選手、岡田選手たちのシュート練習がありますが、さっきからえげつないシュート放ってるね。これ入るか、マジだ。Whoa.